120期の西脇美奈です。よろしくお願いします。本当に取れるものだとは思ってなかったので、自分がとも思いましたし、すごく嬉しかったのはすごい覚えてます。学校時代はなんかいろいろ考えてやろうとは思ってたんですけど、まあ結果的に、まあめちゃくちゃ考えてやったかって言われたらそうじゃなかったんで、取ってしまったからにはちょっともうちょっと頑張らないといけないなっていうので気は引き締まった気はします。お兄ちゃんが自転車競技部だったんで、まあ、それを見に行く程度で、自分が乗ったのは本当に、高校2年生ぐらいですかね。はい、最初は本当に乗ってても楽しいって思うこともなくて、で自転車はやりたくないってずっと言ってたんですけど、名古屋の愛好会に行った時に、その帰りぐらいにお父さんが、まあ、やるなら本気でやればいいし、やめるならもう今の時点でやめた方がいいって言われて、まあチャンスがあるなら、まあ、一回やってみようかなと思って、まあ、そこから頑張ろうっていう気にはなりました。とうちのつやかが、まあ、大会に行く前に飯田かざねと本田優 と浜野咲の4人でダンスを踊ったことがいい思い出です。20を踊りました自由時間がすごい楽しかったですし、まあ、特に、つやかとかざねと3人でよく一緒にいたんですけど、3人の時間っていうのはすごいいい思い出です。日曜日とかはなんかもう外に出れなかったんで、まあ、お散歩に行ったりとか、あけび取りに行こうみたいなとか、栗取りに行こうみたいな話になって、それで行ったりとかして、あけびは本当に実際食べたりしてすごい美味しかったなって感じです。自由が、まあ、あるっちゃあるし、まあ、お金がちょっと意外と自由に使えるところが私は好きです。これ欲しいって思った時に、まっすぐ買えたりするところはいいとこかなと思ってます。2年目に入ってなんか体調管理とかってすごい大事だなって思うのと、まあ、でもすごい競争が詰まったりするとその体調面をしっかり整えることが大変だなって思います。自由な生活になってしまった以上、自分でしっかりしないといけないところが本当に大変なところだなと思います。本当体が資本なんで、体崩したらやっぱり出場することもできなくなるので、まあ、体調管理では本当に気をつけるようにはしています。上で戦える選手にはなりたいんですけど、まずは決勝に、まあ、常に乗れるような選手にはなりたいです。学校ではやっぱりルールとかもあって縛られてるとは思うんですけど、学校出てきてからは本当に自由になっちゃうから、そこはしっかり自分で考えてやらないと大変だなと思うので、学校をやればどうにかなるのかなと思います。卒業記念レースは今年も無観客での開催となってしまったんですけど、いろんなドラマがあってすごく楽しいと思うので、ぜひ画面越しですけど応援してください。